君に久々に会えてめっちゃ嬉しいです。もうギターのテクニックはね、もうほんとね、ジャズからブルースからもう何からね、何でもできる人なんですよ、この人は。だけど人のコピー曲は1曲もしたことないと。やばいよ、普通コピーして上手くなるもんなんだけどね、全然そういうのしない。もう今まで自分の信念を貫いてきて、今はブドウ畑でブドウのお世話をしていますけど、めっちゃメローでカントリーでね、もうすごくいい曲を歌ってくれるんで、皆さんこの後楽しんでください。まあ、温めがかりでコースサイド。イエスイエス、でもコースサイドも負けてねえから。コースサイドも10年前42歳でデビューして、なあ両平くん、イエス、40超えてからの40超えてから表舞台で歌うというね、歌いまくってここに立ってる。いっぱい洋平くんもオリジナル4曲を死ぬ気で歌うから、みんなビッグチューン引っ下げて。3曲じゃないですね、3曲か。我らがゴーストサイド洋平とやす頼むぜみんな。イエス、じゃあまあ聞いてください。はい、はい、1曲目鼓動ということで、共にして思い出を積み重ね、